本日は、ティア4テックトークイベントにお越しいただきありがとうございます。本イベント開始前に参加されている皆様へ、お願い事項がございますので、お願いいたします。まず、お手洗いは皆様から見て後方右手の奥にございます。で、ご利用ください。また、この会場内はセキュリティがかかっておりますので、社員以外は一度出てしまいますと、中に入ることができなくなってしまいますので、ご注意ください。もし室外に出たい場合は、このティア4の T シャツやネームプレートを、つけた、運営スタッフにお声掛けをお願いします。なお、本館は全館禁煙となりますので、ご了承ください。次に、本日のイベントの撮影、録音はご遠慮いただけますようお願い申し上げます。また、オフィス内および装置等に手を触れることもご遠慮ください。19時以降にお帰りになられる方は、出口が、本日入館いただきました場所と変わりますので、運営スタッフにお申し付けください。帯同の上ご案内いたします。その他、不明点や困った点がございましたら、運営スタッフにお気軽にお声掛けください。では、お待たせいたしました。それでは、これよりテックトークスタートとなります。では、高島さん、お願いします。はい、どうも、今、ご紹介に預かりました、ティア4、今月から、CTO に就任させていただきました、高島と申します。今回、新しい試みとしまして、シリーズもので、うちの、その自動運転の会社ですが、ちょっとウェブのテクノロジーもこんなことをやっています、こんなチャレンジがあります、こんなことをやりたいですといったお話を、ちょっと今回は1段目ということで。ややハイレベルなところからお話をさせていただこうと思っておりますと。で、ティア4のこと自体は、皆さん自動運転の会社ということは認識していただいているのかなとは思いますが、私ももともとバックグラウンドとしては OS だったりウェブのエンジニアをやっておりまして、正直自動運転の会社とウェブ技術を自分の頭の中でつなげたことがあまりなかった時もありましたと。で、結構入ってくださったこの新しいエンジニアの方とかと話していても、もともと同じような印象を持っていた方とかも意外と、おりまして、その中で、実は今、ティア4400名ぐらいも社員さんいらっしゃるんですが、60名弱ですね、今日の時点で、ウェブ関係のエンジニアが在籍しておりますと。なので、ちょっと、意外と気づかれにくいかもしれない、そのウェブの周りの我々の取り組みだったりとか。皆さんのちょっとメンバーの活躍とかにもフォーカスしてお話しさせていただこうと思います。ちょっとすみません、私、風邪をひいてしまいまして、ちょっとハスキーめのボイスで今日お送りさせていただいているんですが、ちょっとレアめなイベントと思って温かく見守っていただけると幸いです。ちょっと軽く、じゃあ自己紹介から、この人、誰だろうと思っている方も いらっしゃるかと思うので、自己紹介させていただくと、改めまして、名前は高島義人と申します。10月、今月から、CTO として就任して、今、R&D 全体をテクニカルのマネジメントの立場から見させていただいております。で、入社したのが、約2年半年ほど前で、会社自体はもう設立して約10年ほど経つので、古参のメンバーというわけでは実はないのですが、会社のフェーズも、もともとは大学発のリサーチが中心だったフェーズから次第に IPO を意識するようなフェーズに入ってきましたので、私のそのバックグラウンドも、PhD、ドクターを持っているわけではなくて、ずっとプロダクションを長年20年弱ほどやってきた人間なので、そのあたりで会社のフェーズも変わってきたところもあって、いろいろ尽力できたなと思っているところでありますと。で、ちらっとお話ししましたが、私のもともとのバックグラウンドは、バックエンドのウェブサービスの開発だったりだとか、あるいはその前は OS の開発をずっとやっていましたと。で、学歴も、PhD は持っていなくて、ペンシルバニア大学でコンピュータサイエンスと数学のダブルメジャーで、カムラーで卒業しました。で、出身は横浜なんですが、人生大体北米で半分ぐらい過ごして、残りの半分を横浜、東京周辺で過ごしております。3年カナダ住んだこともあります。で、一応キャリアなんですが、今回が実は初めての、スタートアップ、初めての日本の会社ということで、ずっと外資、特に海外で住んでいたんですが、
初めの頃は、マイクロソフト、レドモンドですね、そこで1年半くらいテストのエンジニアをこうサーバープロダクト、まだその時はクラウドが全盛ではなかったので、オンプレミスのものでこうやっていました。で、その後、開発者の方に転向しまして、もともとその大学の頃から OS がやりたかったこともあって、Windows CE とか、モバイルとか、こうエンベッドですね、そちらの開発をやったり、あと、あんまり売れなかったんですが、Windows Phone っていう、まあ、プロジェクトとしては面白いこう製品をずっと開発していました。日本では確か富士通さんかどこかが、作ってくださったんですが、ちょっとあんまり、ビジネス的には、成功しなかったプロジェクトであります。で、最後の方はまあデスクトップの Windows も開発していたんですが、主にこうデバイスドライバーの値だったりだとか、あるいはグラフィックスの API だったり、Window マネージャーだったりだとか、あるいはシェル、まあ、そのあたりのこのスタッフをこう上下に行き来していろいろやっていました。で、その後ちょっと飽きてきたこともありまして、まあ、8年、9年ぐらいしてからこうバックエンドのエンジニアに転向しまして、その時ちょっとバンクーバーに引っ越したんですが、そこではまあ MS の Azure を使って、Skype for Business だったりとか、Office 関連の開発、あとユニバーサルストアってあまり馴染みないかもしれないですが、ちょっと EC ストアを作るためのプラットフォームみたいなものをマイクロソフトが作っていたので、そこで、バックエンドとちょっとフロントエンドもやらせていただきました。で、どこかのタイミングでこう Amazon に、シアトルに帰ったタイミングで Amazon に、シニアエンジニアとしてこう入りまして、その時にこう AWS にこう触れ始めて、そこでは日本でもこれ出てないんですけど、Amazon Luna という、ゲームストリーミングサービスですかね。まあ、文字通り Netflix の PC ゲーム版をこう想像していただくといいんですが、まあ、力技でこう、AWS EC2 インスタンスで Windows をこうたくさん動かして、ユーザーのセルフォンだったり、あるいはタブレットだったり、PC にこうビームして、ストリーミングのゲームエクスペリエンスを楽しめるというちょっと変わったプロダクトでした。Google がちょうど Stadia っていう名前で似たようなものをやって、今はもうキャンセルされてしまったプロジェクトですけれども、まあ、ちょっとあんまりゲームストリーミングは入らなかったのかなと、まあ、Windows Phone も含めて、ちょっと私が関わったやつ、いまいちなんか微妙だったものなんですが、ちょっと、今は大丈夫だと思っています。で、コロナのタイミングで、まあ、Amazon Japan の方、3年前にこう引っ越してきまして、そこで開発マネージャー、まあ、その前もちょっとやってたんですが、をやらせていただいた後に、Tier 4の方にこう縁があって、声をかけていただいて、初めは VP of Software ということで、まあ、バックグラウンドのこともありまして、この今の Web チームの担当と、あと、コンピューティングと呼ばれていた、OS とかミドルウェアとか結構システムより、ハードウェア寄りのソフトウェア周りのこう担当させていただいて、直近ではそこからさらに広げて全体的な R&D の担当させていただいております。で、まあ、私がなぜこんな、経歴で Tier 4に入社したかというと、まあ、ちょっとざっくりとですが、まあ、なかなかUS 北米にいて、こう日本の会社が最近の会社で、こうなかなかグローバル市場でこう出てくる会社さんって、やっぱり少ないなというのが、ちょっと個人的には日本で生まれ育った日本人としては、ちょっと残念かなと、悶々としているところがありまして、まあ、トヨタさんとかソニーさんとかもちろんいますが、ちょっとソニーだとかは最近こう、他の、アジア勢にこう負けているところもあったりしまして、やっぱりちょっと惜しいなと思っていました。で、まあ、北米の企業で、こう、運よく仕事をもらえて、まあ、大規模な、こう、エンジニアリングや、まあ、マネジメント技術だったり、あるいは、まあ、文化的な違いもありますが、まあ、彼らなりのこの仕事のアプローチの仕方を、こう、身につけてきたところを、こう、日本初で、グローバーをこう目指そうとしている、こう、企業で、うまく発揮できたなと思っていましたと。で、そんな中で、日本初では、こう、なかなか珍しく、海外でも、こう、認知されているテックのスタートアップとして、こう、ティア4、の、ことをもう少し知る機会がありまして、で、こう、まあ、認知されているだけでは、まあ、なかなかもちろん、それだけでは不十分で、やっぱりその、壮大なビジョンをこう、実現するためには、どうしても資金的なところも必要になってくる中、まあ、いろいろお話を聞いていると、この国からの結構百何十億とかいう規模のその多額の補助金であったりだとか、まあ、いろんな、有名な複数企業さんから、こう、投資家として、入っていただいて、資金面でも、実際にその現実に、こう、エクセキューションしていくところが、可能性がありそうかなと、こう、思って、夢を見させていただこうと思って、こう、入社しました。まあ、一応、実際、まあ、その辺の理由もあるんですが、もっと、なんだろう、パーソナル的なところでは、こう、
毎回その転職するときには、あるいはチームを変えるときにはこう、何か自分がやりたいことがあって、こう変えることが多いので、まあ、今回の、その自動運転っていう新しい、個人的に新しいその業界に行くにあたっては、この世界、普段の生活のこのパラダイム視的なところ、あるいはその、なんていうんですかね、重要な、この日本だと例えば少子化だとか、ドライバー不足だとかの社会的問題の課題、まあ、ちょっとありがちな理由かもしれないですが、そういったところにも関わっていけるのが、良さそうかなと思って、入社させていただきました。そしたら、ちょっともう少し面白い技術のお話をさせていただこうと思います。今回、本題ウェブの話なんですが、ちょっとその前端として、ティアフォーが、まあ、どういうことをやっているかというところをハイレベルにまずお伝えさせていただこうかと思います。まず、ティアフォーの、技術のオーバービューなんですが、まあ、他社との一番やはり大きな違いが、オープンソースのオートウェアをこうベースにしてビジネスをこう組み立てているところだと思います。で、まあ、我々としてはプラットフォーム戦略とこう呼んでいたりするんですが、基本的に大きくこう3つに分けていまして、今回の主題である WebAuto という Web、サービス群で、それと別にパイロットオートと呼ばれている、まあ、自動運転の、まあ、中核のエンジン群で、エッジオートと呼んでいる、まあ、ハードウェアのプラットフォームの部分があります。ちょっと Web 以外のところはちょっと本題ではないので軽く触れるくらいにさせていただきますが、エッジは、社内でもこう、自動運転に使えるようなこうカメラの設計をしていたり、まあ、製造は外に委託していますが、実際にこう作っているものがありますと。で、また別に、これも国のプロジェクトとして、アクセラレーターのチップ、例えば、ライダーとかのその情報量、CPU や GPU だけだとなかなかその計算量だったりだとか、あるいは電力面で不利な部分があるので、それをこう補助するための、チップのデザインだとかもやっております。で、パイロットオートがですが、次のページがいいかな。基本的には、オートウェアのティア4版、ちょっと私のよく表現する比喩としては、まあ、例えばオートウェアが Linux だったとしたら、パイロットオートは Red Hat Linux みたいなものをこう想像していただくと良いかなと思っていまして、オートウェア自体でももちろん価値がありますが、そこに追加のその、アディショナルの開発だったりだとか、あるいは実際にこう特定の、我々が選んだセンサー類だったりだとか、ハードウェアを対象にしてこうテストをすること、プラス、様々なエンタープライズレベルのこうサポート、運用サポート、開発サポートをすることで、アディショナルのティア4にしかできないこう価値の追加をやっております。で、もう一歩だけ踏み込むと、まあ、汎用的なプラットフォームをこう作ろうとしているわけですが、ユースケース、まあ、たくさんあるので、まあ、それぞれでなかなかこうシナリオというか、使われ方が違いますと。なので、我々としては現時点では、まあ、いくつくらいのその大きなこうユースケースに分けて、開発していまして、まあ、例えばラストマイルデリバリーのような小さいロボットであったりだとか、あるいは、ここに映っているのが、今ちょっとヤマハさんとやっているような、何でしたっけ、ゴルフカートをベースにしたような、比較的小さな搬送用の、ビークルで、例えば工場内だとかで、物資の運搬だとかにこう使われるものだったりします。まあ、その他、ロボタクシーであったりだとか、あるいはシャトルバスもより、大きなニーズをこう運べるようなバスのものもやっていたりします。まあ、それぞれでサイズも違ったり、走る環境も違うので、その追加のカスタマイゼーションや、まあ、ちょっと味付けの部分でいろいろ違ったりします。次に行きますか。これとビデオですね。ちょっと軽く見せすると。これが長野県の塩尻市で BYD の車体を使ってやっている実証実験の一コマで、市役所と塩尻 JR 駅ですね、の間をこう行き来するルートでやっています。これが実際のそのルートだったりだとか、赤い時は障害物があるので、止まる、まあ、緑だと進むといった表示がリアルタイムされています。これはリモートからの監視のそれぞれのカメラの映像ですね。こんなこともやってます。実際に塩尻市に足を運んでいただくと多分見えることもあるかなと思います。いいですが。
ざっくりとしか触れませんが、まあ、パイロットと、AD、オートノマスドライビングのこうエンジンで、まあ、オープンソースでダウンロードできるものですが、まあ、中身としては、まあ、そのセンシングやパーセプションのコンポーネントだったりだとか、プランニング、その要はパスの、軌跡ですね、を決める部分であったりだとか、ローカライゼーション、自身のその場所をこう認識するためのコンポーネントであったりだとか、でそこからこうコントロール、まあ、実際にその、車体にその決めた軌跡を描くための、そのコントロールのシグナルを送るようになっていますと。で、まあ、このやり方は割と、まあ、うちはそのルールベースでやっていったりして、まあ、一部 ML も使っている部分もありますが、まあ、業界のトレンドも結構移りが激しい世界なので、まあ、最近ではエンドトゥエンド AI みたいな話があったりだとか、さまざまなその技術革新は進んでいるので、まあ、我々としてもいろんな角度からその、改善の機会、まあ、それぞれやはりテクノロジーによってこうベストなケースだとかも違ったりするので、いろいろエバリエーションもこうしながら、研究開発やっております。で、そろそろちょっとウェブのそろそろ本題の話に入っていこうと思うんですが、まず、ハイレベルに、この、パイロットとエッジオートのそのプラットフォーム戦略にどう、こうウェブが関わってくるかという話ですが、まず前段としてすごく大きく2つに分けられると考えていました。1つが、まあ、プラットフォーム自体のこう開発、テスト、検証のためのツール群、そしてもう一つが、そこから実際にこう車体を運用していくためのツール群に分けられます。で、実際にこのツール群、社内でもアクティブにこう使っているもので、まあ、TF4 社内で開発、利用に耐えられるものであれば、比較的その外の、開発にも耐えられるレベルの機能性のところであったりだとか、まあ、使いやすさのところはもちろん、外に提供する場合は、ドキュメンテーションを含めて改善していくところはありますが、外にもこう提供、リミテッドながらさせていただいております。で、まあ、今、結構力を入れようとしているところが、どうしてもその、ありがたいことに、まあ、ビジネスとしてはこう成長している段階で、そうすると、走らせる拠点の数だったりとか増えてきて、まあ、それに合わせてこう車体の数もどんどん増えてきますと。そうすると、それぞれのこう車体からたくさんのデータがこう集まってくるわけですが、それらは、結果的にはクラウドのこうデータの基盤の方に集めてきます。で、ここからいかにこう開発の効率化をしていくかというところが、一つのこのウェブのテクノロジーの、活躍するところだと考えていて、まあ、まだ10代、5代、10代くらいの時は、例えば無料でこうログを見るだとか、あるいは何かのメトリックスを見るだとかも、まあ、可能ですが、だんだんこう100台、1000台、1万台となってくると、自動化がすごくキーになってきますと。で、まあ、なかなかそのエンジニアもいろんなその我々やっている技術範囲も広いので、ある程度こうデータドリブンでできるようなところに持っていけると、誰がこうバックグラウンドとか技術のその経験値に関わらず、比較的こう、一様な優先の判断だとかができるようになっていくと考えています。で、運用、運行に必要なサービス群ですが、こちらももうすでに社内外のプロジェクトで、使われておりまして、これも事業拡大するにつれて、外のクライアントさんにもこう展開されていく予定ですと。で、OSS のオートウェアユーザー、パイロットオートではない、その元の Linux、Red Hat の、ヒューでいう Linux 側ですね、そっちを使っている方たちも、インターフェースはこう一様なので、AD のそのオートノマスドライビングのところはこう自力でやっていけるという、そのパワフルな外の会社さんたちでも運用に関してだとか、そのあたりでツールが必要な方たちは我々の組んでいただけるパターンもあるかなと考えています。で、今度もう少しちょっと踏み込んだ話をしようと思います。まあ、冒頭に話しましたが、今回はちょっと1回目ということで、だいぶハイレベルなところでお話しさせていただきます。2回、3回目以降で、各チームからより詳しいところに触れさせていただくので、今回は、全体的なスコープや取り組み、あるいはこう課題感を感じ取っていただければ嬉しいかなと考えています。今、ちらっとお話ししましたが、開発支援用のサービス群としては、例えば、CI/CD のパイプラインであったりだとか、あるいは、マシンラーニング用の MLOps パイプラインであったり、あるいはこのデータの基盤、ちょっと触れましたが、あとちょっと経路の変わったところで、シミュレーターツール群が、あります。
で、運用サイドになると、地図をベースに今、ローカライゼーションだとか、このパスプランニングをやっていますが、まあ、その地図の作成関係の支援ツール。で、フリートマネジメントのサービス。まあ、それは、例えば、そうですね、シャトルバスであったら、運行経路のこう設定ができたりだとか、あるいはバス停の配置であったりだとか、あるいはそのバス停の配置に合わせてこう運行のスケジュールをこう設定したりだとか、さまざまなことができるようになっています。で、まあ、開発を続けていると、当然新バージョンがこう CI/CD パイプラインを使ってできてくるわけですが、それを実際にこう必ずしも現場に行かずとも、オーバーリエでこうアップデートをかけられるように、仕組みもあります。まあ、ちょうどプレイステーションとか Xbox とかもオンラインでこうアップデートできるような感じですかね。で、またちょっと運用関係では、遠隔からのこう介入や監視機能もついているので、これはどちらかというとかなりサービス寄りなところもあるかなと、サービス運用的なところの側面もあるかなと思いますが、そういったこともやっています。で、これらをこうまとめる共通のインフラ部分として、認証認可のこう基盤であったりだとか、あるいは、さらに、サイトリライビリティエンジニアと呼んでいるそのチームが、こう、縁の下の力持ち的に全体的なそのインフラの設計、整備、運用をこう担当してくれています。環境としては、我々は今は AWS をこう使っていまして、だいぶ、仲良く AWS さんとやらせていただいておりました。で、開発の主な言語は、まあ、今は Go だったり、Python だったり、TypeScript など、まあ、コンポーネントによってこう使い分けている感じになります。で、こちらが、まあ、ざっくりとしたその開発運用のサイクルですが、まあ、馴染みのある方も、普通のソフトウェア開発と、まあ、比較的、似ているところなので、まあ、CI/CD のこうパイプラインがあります。ここで、こう、新しいこうビルドを作って、ちょっと、スクリーンショットが小さいですが、そこで、こう、テストがどんどん回っています。その結果として、新しい、こう、新バージョンのイメージができまして、で、OTA のアップデートで、実際の車体、まあ、シミュレーター使ってやることも一部ありますが、にこうビームできますと。で、その中でこうディプロイをして、こう実際に車体を走らせることで、新しいこう、データが取れていくわけですが、まあ、まだもちろん開発中なので、たくさんの、バグだったりだとか、あるいは新機能開発中もなかなかこう思った通りにいかないことは、まあ、開発中はもちろんありますと。そうすると、そのデータがこう、データ基盤の方に集まってきまして、まあ、例えば、まあ、いろんなサーチが、まあ、一部開発中のところもありますが、こう、サーチの機能だとか、例えば、雨の時になると、その、パーセプション機能の、がこう低下するだとか、そういったこともあったりするので、そこに、特化したような時を、こう、デバッグしたような時は、そういった検索をかけたりだとか、まあ、そのあたりも様々な、こう、新しい工夫が、こう、投入されていっております。で、その結果として、まあ、新しい、こう、バージョンが投入されて、同じように、こう、ひたすらサイクルを回して、新バージョンをこう、開発しております。こちらがそうですね、CI/CD のパイプラインですが、まあ、これ自体は概念としては、まあ、開発されたような方、まあ、例えばジェンキンスとかと、まあ、似たようなアイディアではあるかなと思います。まあ、基本的に、一部の機能がまあ自動運転にこう特化していますが、ビルドをこう作るための、そのレシピというか、を登録してだとか、まあ、それぞれ、テストのこうシナリオをこう登録して、クラウドのその、並列化の利点を生かして、たくさんのテストをこう並列でこう回しております。で、また後ほど触れますが、いろんなこの種類のシミュレーターもありまして、はい、目的に合わせてこう使い分けている形ですと。で、まあ、シミュレーターはもちろん大事なんですが、どうしてもものによっては実際のこのハードウェアの挙動とはこう違ってくるところもあるので、まあ、業界ではヒルズとかハードウェアインザループとか呼ばれている、仕組みを使って、一部こう実際の ECU というハードウェアに、バイナリーをこう転送して、例えばタイミングの挙動だとかが実際の車体に載せている ECU と同じような環境で実行できるようになります。で、こちらが MLOps のパイプライン、ちょうどあまりスクリーンショットがなかったんで、このように貼り付けちゃいましたが、まあ、こちらは、はい、パーセプションだとかで、このマシンラーニングのこうトレーニングをしているわけですが、まあ、先ほどのループと、から、まあ、基本的には乗っている形になるかと思いますが、走らせることでこうたくさんのこうデータを集めて、それをこう、基盤の方にこう戻して、改めてそのモデルのトレーニングをすることで、フィードバックサイクルを避けるための、パイプラインになっています。で、シミュレーターですが、
ここにも一つビデオを貼り付けたので、これも倍速でプレイしながら、こちら、シミュレーター、今映っているものは 3D 空間をリアルに再現したエンドトゥエンドのシミュレーターになります。まあ、技術的に細かい話をするとか、まあ、今は Unity をこう使っていまして、まあ、新しくいろんな機能、例えば、天候的なその変化だとかの対応を追加したりだとか、あるいは、まあ、これきちんとそのセンサー系の、挙動も、チェックできるようなレベルの、シミュレーションをしていたりだとか、トラフィックもこうランダムにこうジェネレートすることで、まあ、なかなかその決まったシナリオだけではこう遭遇しにくいようなケースもテストできるようになっています。こちらもオープンソースで公開しているので、まあ、興味がある方は実際にこうダウンロードしていろいろ、遊ぶことができます。で、まあ、もちろんちょっと順番逆になってしまいましたが、シミュレーター自体は、まあ、実写テストでやるのがもちろんテストとしては一番理想的ではありますが、どうしてもコストがかかってしまいますと。で、そこには、まあ、射程的なコストももちろんですが、人的コスト、あるいはタイムコスト、メンテナンスコストがかかってくるので、で、かつ並列化もなかなか難しいということで、シミュレーターをこう積極的に活用しています。で、まあ、ちょっと今も話してしまいましたが、目的に応じて、何種類かのこうシミュレーターを使い分けていまして、今のちょっと見かけにかっこいい 3D のこうグラフィックスのエンドトゥエンドのシミュレーターもあれば、あるいはこうプランニング部分だけに特化したような、左から2番目のやつですね。そういった、シミュレーターツールもあれば、あるいは、ドライビングログリプレイヤーとこう呼んでいる、まあ、こちらはシミュレーターというよりは、実行した結果としてのログを後からこう再生する機能がありまして、例えば何か実験中に起きた問題をこう再現するために使うことができました。で、その上で、問題を認識した上でこう新しいこうバージョンを、バグフィックスですね。したバージョンにまた改めて同じこう、ログで再生すると同じこう問題が再現しないということでこうフィックスが確認できるといった、そういった使い方ができるものになっています。これがデータ基盤のところのちょっと話ですが、基本的に自動運転をやっているとものすごい大量のこうログや、メトリックスのデータが集まってきますと、まあ、何かそのやっぱり、まあ、デバッグ的な目的ももちろんありますが、何か起きたときにこう説明ができる当然必要もあるので、きちんとこうログを取っていくことが重要になってきますと、まあ、メトリックスのデータも、まあ、もちろんいろいろありますが、まあ、ハードウェアの例えば CPU メモリーのユーセージの話であったりだとか、その他、まあ、リアルタイムのシステムである必要があるので、まあ、そのあたりの挙動の、データなどもいろいろこう取っています。で、先ほどちらっと、まあ、触れましたが、こう収集されたデータに対して、まあ、その目的に応じて、こう、さまざまな条件で検索できるようなこう機能を続々追加しています。で、まあ、データこうの、持っていることの、まあ、一つの、その、なんていうんですかね、アドバンテージというか、まあ、ユースケースとして、まあ、ビジネスインテリジェンスのこうツールとこうきちんと連携することによって、技術者だけではなくて、この社内のビジネス側の、メンバーが、例えばコスト的なところだったりだとか、あるいはどういった機能がこう主に使われているか、あるいは使われていないか、的な判断がこうできるようになっています。で、フリートマネジメントサービスですが、こちらも、はい、ちょっとちらっとお話しさせていただいたように、実際にこう運用に回ってくると、例えばロボタクシーだったとすると、まあ、10台、20台、30台こう、車を所有してサービスを運用すると思いますが、そういった車体のこのそれぞれの場所だったりだとか、あるいはステータス状況、例えば何かの理由でこう、ネットワークにつなげられないときにオンライン、オフラインだとかこう見えるようになっているだとか、まあ、いろんな情報がこう取れますと。で、まあ、バスの場合だったりすると、この走行ルートの設定であったり、停留所の設定だったりだとか、こういろいろできますと。で、先ほどお話ししたオーバーディエアアップデートの、機能もこちらから、明示的にこうトリガーすることができます。リモートマネジメントですが、左上に映ってるよ、スクリーンショットがちょっと後ろの方が見えるかな。ゲームで使う、このステアリングウィルの を使うことで、まあ、実際にその、自動車を運転しているかのような形で今、遠隔から操作できるような、
環境は、眠ったりするんですが、存在していますと。あと下は、実際にその搭載されているカメラの情報が、リアルタイムでも見れますし、あるいは保安、デバッグ用の、目的としてこう映像を、録画する機能もあります。まあ、プライバシー的な配慮も必要なので、詳細を話すと、まあ、いろいろ細かいところは心配する必要があるんですが、まあ、そういった機能も、存在していますと。で、まあ、リモートオペレーター、まあひょっとしてその US とかでウェイモとかに乗ったことがある方は、使ったことがあるかもしれないですが、まあ、緊急時にこう、オペレーターと会話できるようにするための機能などもこう存在しています。まあ、操作の部分に関しては、今、実際のこの車の挙動を、見せたいような形になっていますが、中長期的にはより、なんていうんですかね、ハイレベルな操作の仕方、例えば、オペレーターの、コスト的な観点からいくと、その一人のオペレーターができるだけたくさんのこう、車体をこう同時に管理できる方が、1台あたりのコストが下がるので、例えばそのスクリーンで目的地をこうクリックするだけで、残りのその実際の挙動は、車体が壊れていない限りは、自身でこうその先は、動いたりとかできるようなことも考えています。ここまでが今主にや、あの、主な、主だった機能と、どんな、機能が現在あるかですが、ちょっとこれからの話をざっくりさせていただこうと思います。2ページくらいでざっくりまとめたんですが、ちょっと最初はドライなところからいくと、まあ、先ほど話していただいたように、こう、拠点数だとか、台数がどんどんこう拡大してきておりますと。そうすると、スケールアウトにこう対応できる体制整備が必要になってきますと、まあ、体制の話はもちろん技術的なところもありますが、こうお客さんがこうついてくださったら当然、ダウンタイムの許容度ももちろん許されなくなっ、あのひあの高くなってく、許容度が低くなってくるので、そのあたりの、組織、プロセスだったりだとか、あるいは問題が来たときにこういかにこう対応、素早く対応ができるよとか、そういったところに対するこう、チャレンジも、取り組んでいます。で、膨大なこうテスト実行数、どんどんこうシナリオも増えていくわけですが、それに比例して、あるいはまたこの実車でのその運行回数に比例してデータ量がどんどんこう増えてくるんですが、そうすると、この業界のどこの会社さんも、まあ、持っている問題かなと思いますが、それに関して多大なコスト、そして採算性がこうどうしても重要になってきますと。まあ、なかなかその、なんですかね、もちろん圧縮の話だとか、あるいはもう必要なデータを集めるようこう工夫するだとか、いろんなことはまあやっていますが、そのあたりの、なんだろう、チャレンジは常にこう存在しています。なかなかまだこう解決できていないところももちろんあるんですが、で、まあ、その中で、テスト実行数に関しては、シナリオがどんどん増えてくるわけですが、まあ、そこはスマートにこう実行できるような機能、例えば何千何万となってくると、翌日までにこう実行できないことにもいずれなってくるかなとは思うので、例えば何かしらの、その、まあ、マシンラーニングとか使うんですかね、方法で、例えばよくこうリグレッションが起きるようなケースだとか、あるいは実際に変更された、例えばモジュールをこう検知して、そこに関連するようなシナリオをこう絞って実行するだとか、そういったスマートな機能なども徐々にやっていく必要があるかなと考えています。で、先ほど触れたような、ハードウェアインザループをこう使ったような、それをまあいかにこう組み合わせて、シミュレーターでできる部分と、実際のハードウェアに頼らなければいけない部分をこうより綿密にこうやっていく必要があると考えています。で、まあ、ちょっとベストエンジニアプラクティスのところは、まあ、最近ここ結構いろんな会社さんにこうコンテナを使った開発環境であったりだとか、あるいはこう、きちんとプロダクションをやっていくと、車体にこう乗せられる、そのイメージのそのセキュリティだとかもだいぶこう気を使っていくようになってくるので、まあ、そのあたり、まだその開発段階では、例えば、ローカルでこう、変更を加えたようなものも使うこともあるんですが、実際にこう、最終的にたくさんのこう人を乗せていくようなシステムになってくると、そのあたりもこうきちんとしたものにしていく必要があると考えています。で、もうちょっとこうキラキラというか、面白いところのチャレンジでいくと、
海外リージョンサポート、まあ、会社もありがたいことに今のところ成長の軌道に乗っているところで、まあ、北米にも小さなこうオフィスで8名くらいですかね、今、正社員としてこう常駐していたりだとか、あるいは中国にも2名、台湾だとか、ヨーロッパにも、まあ、パートナーだったりだとかいうようなメンバーがいらっしゃいます。で、そうなるとこう GDPR サポート、ヨーロッパですね、あるいはこう中国リージョンのサポート、これは、ちょっと最初始めたんですが、今まだ調査段階で、まあ、その他北米、北米が少しありますが、まだ正式にはすべてこう、ロールアウトしているので、そのあたりの活動も始まっていきますと。で、ここも次のは、ちらっと触れましたが、こうデータドリブン開発をこう支援していくための機能。そうすると、メトリックスの収集だけでなく、こう自動解析、可視化、ヒストリー化、あるいはこう何かのスレッシュホールドに対してこうアラートをするような機能の開発をやっていきたいと思っています。で、またちょっとこのあたりは細かい話になりますが、こうログの収集、あるいは例えば何かしらのそのプロセスがこうクラッシュしたときに、そのコアダンプっていうものが生成されますが、それをこう自動解析することで、例えばこの特定のコードの箇所で100回クラッシュした、あるいはこっちでは、1万回クラッシュした、そういった情報をちょっとファジーな比較などをすることでヒートマップを作ることができるので、そうすると誰でも一番その危ない箇所というかを特定することができて、優先の判断とかをこう間違わずに、開発していくことができると思っています。で、もうちょっと最近のちょっと流行りの LLM とかもこう使ったようなところも、いろいろ考えていまして、例えば先ほどの、データの、基盤のところで、その雨の日のこう検索とかの話をさせていただきましたが、そのあたり、こう LLM もこう使うことで、より、詳細なこのシーンをもう少しこう自然な言語を使って検索とかをかけられるようなことも考えていますと。で、シミュレーターの使い方、今現状シナリオに対してこう主に実行することが多いんですが、そしても、まあ、特に ML とかやっていたりとか、データコレクションの観点からすると、長時間、長距離、まあ、ちょっとストレステスト、ロードテストに近いようなこともやっていく必要が、あるので、まあ、今後、なかなかまあ GPU を使う環境になると、いろいろオプティマイゼーションとか大変なんですが、こうデジタルツイン、先ほどのこの 3D の、シミュレーターを使って、長時間、長距離の走行テストを、並行してたくさん実行することで、延べで何百時間、何千時間とこう実行していけるようにやっていきたいと考えています。で、まあ、一旦ウェブの紹介は以上なんですが、一応、我々すべてのポジションでこう絶賛、採用させていただいております。ウェブサイト、careers.tier4.jp ですべてのオープニングが見られるんですが、フロントエンド、バックエンドはもちろんのこと、シミュレーション、あるいはサイトリライビティエンジニア、テストのエンジニアや MLOps データで、先ほどのリモートとかに関係する、映像のサービス関係、まあ、コーデックとか、その間にこう強いエンジニアも絶賛採用しております。QR コードもスキャンできるので、興味のある方はぜひ見てください。まあ、我々としては、まあ、スタートアップなので、こう自律的にこう動けるリーダーシップのある方をこう、我こそはという方に、ぜひジョインしていただいたらと考えていまして、まあ、また、まあ、シニアレベル以上の方だったりだとか、まあ、最近結構インターナショナリゼーションもこうチームの中で進んできたので、英語が話せる方はこうさらに活躍する機会もあるかなと考えていますし、今後、先ほど何度かメンションしましたが、その大規模なこのプロダクションのフェーズに徐々に入ってくるので、そういったところの経験がある方も特に歓迎しているので、はい、もしご経験、興味のある方はぜひアプライしてください。私からは、はい、以上になりますが、ここからはもしご質問だとかコメントだとかあれば、QA の時間にさせていただこうと思っております。はい。
So thank you very much for your presentation. I was just wondering because you're very focused on open source. How is what is your relationship like between the people who are developing from the open source side, from other companies, and from Tier 4? Could you explain a little bit? In Japanese is fine, but I feel more more comfortable asking in English. Thank you.日本語でいいですかね。そうですね。グッドクエンションかなと、そのオープンソース戦略をこう中心にこう、据えて、このビジネスを組み立てている話を、だいぶ冒頭にさせていただか、いただいたかなと思っていて、まあ、ポートウェアはもちろんオープンソースで、またシミュレーターとか、その他のツールもこうオープンソースにしてやらせていただいておりますと。で、コミュニティとの関係性ですが、まあ、オートウェア、ちょっと一歩引いたところからの最初回答になってしまいますが、まあ、我々のその価値筋として、いわゆるその例えばウェイモだとかテスラだとか、そういった大企業さんにこう同じアプローチで、クローズなアプローチでやっても、資金面でもそのリソース面、まあ、結局は資金にこうつながっていくかなと思いますが、でかつ見込みはまあさすがにないだろうというのが、まあ、私が入る前からその CEO かとがこう考えていたところで、じゃあどうするかというところで、まあ、そのオープンソース戦略にこうかけて、まあ、要は適用できるだけこう作らずに、でかつ特に別にその自社としてものすごく一番その最先端、すべてにおいてこう最先端、一番こうできる必要は必ずしもなくて、そのオープンソースのオートウェアのその戦略として、マイクロオートノミーとかこう呼んでいるコンセプトがあるんですけれども、まあ、その中にこういろんなコンポーネントがこう、例えばパーセプション、プランニング、ローカライゼーションとか、ありまして、まあ、それぞれで、例えばある会社さんはこう独自のカメラを作っていて、で独自のプロプライタリーなその、画像認識のこうアルゴリズムがありますと、それがうちのものより全然優れているのは全く構わないことですし、むしろ歓迎かなとこう考えていまして、で我々がその逆に、まあ、逆にそういった会社さんがこの得意でない部分、例えばプランニングだとかローカライゼーションその他のところでこう一緒にこうやることで、お互いにこう穴埋めというかパズルピースをこうつなげることで、やっていけるような。で、最終的にお客さんとしては、特に別にその全てがその、なんていうんですかね、ティア4が作ったものである必要はなくて、きちんと、まあ、もちろんサポートだとか、そういったところはもちろんセーフティーだとかは気にすると思いますけれども、最終的なエクスペリエンスとしては、きちんとその動いていることが大事だと考えていますと。で、そのコミュニティとのエンゲージメントに関しても、そのいろんな、まあ、例えば、まあ、最先端の技術なので、こう、研究室的な、大学の研究室的なところもあれば、あるいはその、まあ、AWF、オートウェアファウンデーションのその、メンバーのそのリストを見ていただくと、結構いろんなところがいるのが分かるかなと思うんですけども、例えば AWF みたいな大きな会社さんもいれば、あるいは、アームとかそういうところもいたかな、なかなかそういった大きな会社さんもこう書いてくださっていて、まあ、一方、ヨーロッパとかいろんなその各地のその、もうちょっと小さな会社さん、こうアクティブにこう参加してくれている方たちも、いるので、まあ、なかなかちょっとその、なんていうんですかね、オープンソースでこうクオリティをこういかにこうキープしていくかとか、あるいはその方向性とかのマネジメントは、まあ、なかなかどうしても政治的なところもそのあったりするので難しいんですが、まあ、そこはもちろんチャレンジとしてはこうジャグリングしながら、まあ、今のところはこううまく進められているんですかね、比較的こうメンバー数も増えてきてはいるので、まあ、それが一つのインディケーターとしては、まあ、サクセスもインディケーターになるかなと思ってます。これ答えになってますかね。ございます。ご質問があれば、英語でも日本語でも大丈夫です。まあ、CTO に就任したばかりで、まあ、回答しづらいかもしれないんですけど、短期的に一番大きい目標について聞かせていただければと思いますが、いかがでしょうか。質問の件ですが、短期的な目標ってあってますか。はい、そうですね、質問ありがとうございます。まあ、いろいろこうやりたいこと、やらなきゃいけないことはあるんですが、まあ、個人的にまあ一番のフォーカスは、
品質とか安定性のところだと考えていますと。なんていうんですかね。結構やっぱり先端の開発を、リサーチをこうやっていると、どうしても最初はこう技術開発のところがこうフォーカスになってくるので、こうトライアンドエラー、なかなかその、やっぱりその研究をしている状態と、あるいはこうプロダクションを目的にこう初めからこう設計、テスト、運用すべてこう考えて、いや、なかなかちょっと考え方のアプローチも違うところで、会社のフェーズとして、もともとはそのリサーチ、業界的にそうですかね、ちょっと他の会社の、方とも話したことがあるんですけど、このリサーチのフェーズが長かったところもありまして、今、その、いろいろこう実験とかしてますが、一部その技術的な負債が、やっぱり当然、出てきているので、そこは、きちんとその、たくさんの人にこう使ってもらうフェーズに徐々になってきましたし、実際にその、コード、で、こう、車を走らせているので、それなりにこの社会的な責任もあると考えていて、一度、やっぱり大きな事故をしてしまうと、会社に、社会の影響だけでなく、会社の影響、それだけでなく、その多分業界に対の中での信頼感というか、そういった影響もこう出てくると、個人的には考えているので、かなりのリソースを、去年と比べると、品質改善だとか、例えば一部こう、設計のし直し的なところからこう考えるようなこと、で、先ほどちょっとお話しさせていただいたデータドリブン的なところも、やっぱりこうたくさんすごく機能のある大きなシステムなので、全部が全部こう同時にこう改善しようとするとなかなか不可能で、そこをこういかにこう決めてやっていくか、サージカルにやっていくかっていうところが大事だと考えていて、で、そうなると、どこをこう先にやるかというのを選ぶための、指標というか、そのためにこうきちんとメトリックスを集めて、このデータを持って、例えば、こちらのコンポーネント先にこう、作り直したがいいですよね、みたいな話だったりだとか、なかなかこう、議論だけしてても、まとまらないところもありますし、例えばですけど、なかなかこう、主張がこう、うまくこう、うまい人の、話がこう、通ってしまうようなことも、なかなかこういう議論してるとあるかなと思うんですけど、そこをきちんとこう、データを持って、誰が見ても明らかなやり方で、こう、上から順番にやっていけるような。ことを、やろうと考えています。これで答えになりました。ありがとうございます。質問ありますか？一応いなかったんですけど、ちょっとトンチンカンかもしれないんですけど、自動運転で自分がちょっと感じたところが、車をこう障害物を通して避けることはできると思うんですけど、逆にこう相手からぶつけられるとか、そういったところっていうのは、こういった統一的な考えとか、そういうインターフェースとかあるものなんですか、そういう、そういう共通的な設計みたいな。質問ありがとうございます。そうですね。今、ちょっと質問にリピートさせていただくと、我々が、その、AD のシステムとして、こう、自分から避けるようなケースはもちろんあるものの、悪意を持って、悪意はないかもしれないですけど、ぶつかってくるときは、どうするのかっていう話だと、理解しました。そこは、そうですね。さすがに、こう、避けられるものと、避けられないものはあるかなと思っていまして、その、自動運転のアドバンテージとしては、センサー類を常に周りを見ているので、普通のさすがに人間が見るよりは、その状況把握は、できているかなとは思います。ただ、その、さすがに、ものすごい悪意を持って、こう、来たケースは人間であろうと、なかなか、こう、避けられないケースもあるので、そうすると、結構最終的には、その、どこまでのそのリスクを許容するだとか、あるいは、ここまた、まだ、その、国や文化によってだとか、あるいはこの法制的なところもやっぱり絡んでくるところもだとは思っていまして、最終的にこの、どこまでこのシステムとして保障されなきゃいけない。例えば、何キロの速度で突っ込んでくるようなものは、何としてでも、避けなければいけないとか、そういう話もあるかもしれないし、それも、状況とか、国だとかのその法制のどこに落ち着かにとってもいろいろ変わってくるかなとは思うので、そのあたりは、なかなかこう、新しい分野なので、その法整備もなかなかこう揃っていないところなので、我々としても例えば、こういうことが技術的にはできます、あるいはできるようになります的なことをきちんとその、法を決めていく、政府の方ですね、にこう働きかけて伝えることも必要ですし、彼らもその例えば、
L4 認証とかあったりしますけど、もちろん全てが法律を作っている方が専門家だけの方ではないので、一部その技術的な視点から見ると、さすがにそれはちょっと無理だよなとか、そういったものもやっぱり出てくるので、まあ、そこでちょっと無理だからとこう、なんていうんですかね、何もしないでいるのは、いても話はつまらないので、そこにいかにこう働きかけることでこう落としどころを見つけていいかというところにつなげるのが結構一番大事なところだと思っていまして、まあ、我々もそういったガバメントリレーションとかやってくれるそのメンバーだとか、まあ、CEO 自身もそういったこれでこうよくアクティブに会話をしているので、まあ、そういったところからこう攻めていく形になるのかなとは思っています。これで答えになりますかね。ありがとうございます。はい、じゃあ。ありがとうございます。私もちょっと15分ぐらい最初いなくてですね、オープンソース戦略のところで、そのフックとしてはそうなんですけども、回収エンジンみたいなところが今どう考えているかお聞きしたいなと思って、例えばデュアルライセンスだったり、保守サービスを SaaS でやっていくとか、そういったのがどうやって資金を回収していくかというところを今考えがあれば教えていただきたいです。ありがとうございます。まあ、要約するとそのオープンソース戦略でいうと、いかにこう事業的に成立させていいかなっていうご質問だと理解しましたと。そうですね、まあ、まだその会社としてはこれから今その成長途上なので、まあ、実際にこう成功するかどうかは、まあ、数年後にお話しすることができれば良いなとは思っていますと。で、まあ、我々の戦略としてはその、まあ、先ほどちょっとレッドハットの例とかも出しましたが、まあ、ちょっと多少大きくこう何だろう簡略化している比喩ではありますけれども、基本的にはその我々としてはその、まあ、オープンソースというものがオートウェアがあって、基本的にはその半分くらいのところまで、まあ、連れて行ってくれるイメージをしていますと。で、そのレッドハット部分、そのアディショナル の, そのいかにそこにバリューをこう乗せるかだと思っていて、それがその、まあ、我々その、まあ、強みでもあり弱みでもあるかなと思うんですけど、基本的にエンドトゥエンドでこの技術的には、例えば下はSOC のチップのこうデザインだったり、でその上で動くような OS のデザインで、ミドルウェアでアプリケーションレイヤーの、そのオートウェアがあって、で今回の、お話 の, その、メインのターゲットであるウェブサービス群がありますと。で、なので全てのこう技術レイヤーを我々で基本的にはカバーしています。まあ、車体だけは作っていないんですが、はい。で、まあ、なかなかそう周りをこう見渡してもそこまでやっている会社さんは基本的にはないと理解していて、大体の会社さんは良くも悪くもどこかにこうフォーカスした活動をしていますと。で、その中でこのオープンソースでこう新しくその新しいその何て言うんですかね、先ほどレファレンスデザインのお話させていただきましたが、例えば、シャトルバス、その OEM さんからこう車両を調達して、そこにこう我々としてこう選んだ ECU だったり、総センサー類でセンサー類の取り付け方、キャリブレーションの仕方、まあ、そのあたりはノウハウとしてこうそこの会社さんには必ずしも時間やお金をかければできるかもしれないですが、まあ、オペレーターの立場からいくと、さすがに1年2年あるいは5年かけてそこをやるよりは、その価値に見合ったお金としてこう我々に払っていただく。でプラスそのウェブオートだとか、あるいは、まあ、運用のサポートとかもありますが、サブスクリプションフィー的な形でこう継続的にお金を支払っていただくことで、1回だけでこう終わらないようなそのビジネス、その収益モデルというかのところも、考えている形ですね。誰か。ありがとうございます。先ほど課題の一つとして、海外転、海外サポートを、入れてたと思うんですけど、例えばですと、フィリピンとかですと、事例としてその、何でしょう、ナンバーコーディングという、まあ、法がありまして、そのプレート番号、末尾の何番から何番は、この日は、この時間帯は走行禁止みたいな細かいルールがあるんですが、そういうところってどう、なんか今後、もうなんか対応される予定なんですかね。ちょっと。ありがとうございます。
ちょっと正直なところ言うと、そこまで多分我々としてはまだ考えるフェーズまでは行っていけていなかったのかというのが、まあ正直な反応で、確かにその他の国でも確かそういったシステムがあるところがあったかなとは個人的には認識していて、まあ、ちょっとまあ、あくまでこれ個人的な見解ですけれども、その先ほどちょっと例えばセーフティー周りだとか、そのあたりでのその法的な、そのなんていうんですかね、働きかけ、ロビーイング的なところも要素もあったりだとか、あるいはまあちょっと似たようなところでその保険をどうするかとか、そういった話もあったりするので、まあ、うちの一つの大きな株主さんの一つがその日本の大きな保険会社さんなんですけれども、まあ、彼らもまあその自動運転自体は、まあ、その来ることはまあ避けられないだろうと、世界のこのトレンドとして、まあ、そこでこういかに彼らとしてのこうポジションをこう確立していくか。で、そのナンバープレートの話に関しても、まあその、まあ、それぞれの国の事情によってやっぱり結構違うところ、日本にはそのないシステムなので、まあ、日本の観点からすると別に心配する必要は、まあ、国としても多分我々としてもないですけれど、まあ、そういったフィリピンだったり他のそういった法制が違う国で、こういかにやっていくかは、ちょっとまあ、そうですね、まあ、技術的なところというよりは、どちらかというと、そのビジネスというか、その運用に近いところの課題になってくるので、我々としてそこに実際にこうどう関わっていくかは、まだちょっと未知数なところはあるかなと思っていまして、基本的にその、ティア4のポジションとしては、先ほどちょっと冒頭にプラットフォーム戦略っていう話を一瞬させていただいたかな、と思うんですけれども。我々としては少なくとも今日の時点では何かのサービスのオペレーター、例えばこのロボタクシーのオペレーターだったりだとか、あるいはどこかの分からないですけど、その田舎での、そのシャトルバスの運用をするだとか、そういったことを直接やることは現時点では考えていないので、まあ、何かしらの、そのインテグレーターさんだったりだとかを介して、こう実際にこうオペレーションをしたい会社さんだったり、あるいはひょっとしたら地方自治体みたいなものもいるかなと思うんですけど。まあ、そういったケースを考えているので、まあ、例えばフィリピンとか、そういったその地域に特有のところがあるところは、まあまあ、ケースバイケースと思いますが、我々が何かサポートできるところは多分するケースもあると思いますが、基本的にはそのオペレーターさんのところで解決する問題も、まあ、少なくはないのかなとは、思います。以前お話ありがとうございました。先ほどのご説明の中で、まあ、車両の、挙動の判断について、まあ、ルールベースから、まあ、エンドトゥエンドに、まあ、移行するっていう、まあ、技術の進歩もあるという話があったと思うんですけれども、エンドトゥエンドで、まあ、車を動かすという場合になると、まあ、莫大な計算資源ですとか、まあ、電力が必要になるかなというふうに思ってまして、まあ、その解決策として、で、まあ、高性能チップですとか、まあ、あとはその、まあ、データセンターと接続して、まあ、データセンターの方に計算資源を移すとか、まあ、そういった方法があると思うんですけれども、まあ、後者の方は一方、まあ、レイテンシーの問題とかがあると思うんですけれども、T4 さんとして、まあ、今後、まあ、そういった形で、まあ、エンドトゥエンドを開発していくにあたって、まあ、どのような戦略を持っているのかなっていうのを、現時点で分かれば、ご教示いただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね。エンドトゥエンド、AI のその今後、まあ、今後のトレンドというか、どういったことを考えているかという質問、理解しましたと。そうですね、ちょっと結論から言うと、今、そのまだ業界でも比較的その新しい最新の技術の一つとしてこう、いくつかの会社さんがやっているところで、まあ、結論からいくと、まだ未知数のところが正直ありますと。で、我々もその今、そのあたりももちろんその技術、R&D の R 側のその一環としてこう見ていっているところで、で、まあ、その実際のその AI の開発自体と実際にその乗せてその使う部分も、まあ、大きくは2つに分かれるところもあるかなと考えていて、まあ、先ほどちょっとマイクロオートノミーの話させていただきましたけれども、まあ、必ずしもその、なんていうんですかね、社内でそれを開発するかどうかというのも、もちろん一つの議論にはなっていますし、で、で仮にまあしなかったとしても、そのオートウェアそうしてそのつなげられるような、そのなんていうんですかね、設計になっていれば、他社さんがこう使ったものをこうつなげることで、最終的にこうすれば動きますというものを、で例えばレファレンスデザインの一つの提案としてこう出せるケースもあるかなと
思っていまして、まあ、ちょっとそのちらっとだけ一瞬これも触れましたけど、それぞれそのやっぱり得意不得意というかの部分もあるので、まあ、そのあたりも、まあ、今後いろいろ改善とか、あるいは実際にその実際にこっちの方がやっぱりいいよねといったところもこう見えてくるところもあると考えているので、まあ、それによって例えばもう本当にその簡単な例えば空港のシャトルバスターミナル A から B に行くとかだったら、もう別にそんなに何だろう急に飛び出しが来るとか、あるいはもう道も決まっているので、もうルールベースで多分全然十分だと思うんですけれども、まあ、計算資源的にも多分その方が楽。ただそのコードでタクシーサービスをやるとかになると、なかなかこうズールだけではこう事前には分からないようなところもやっぱりどうしてもケースがどんどん増えてくるので、そうなるとそのエンドツーエンド AI のこの組み合わせでやっていったとか、まあ、そのあたりも結構こうケースバイケースでこうこれから見えてくるところかなとは、はい、考えています。これ答えになってますかね。ございます。どなたか何か気になっていることはコメントありがとうございます。じゃあ一旦、はい、7時、過ぎましたので、一旦これで閉じさせていただこうかと思いますが、まあ、この後ちょっと親睦会的な形で集まっていただけるような場を用意させていただいていますので、もし何かあればカジュアルにメンバーも結構今回来ていただいているので、はい、話しかけていただければと思います。どうも今日はよろしくありがとうございました。